はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。ファミリーマート、またまた行ってきました。妖怪ドリーム秋フェスタ開催してて、対象のお菓子2個買うと、こちらの妖怪ウォッチのミニお面1つゲットできます。トムニャンのプニのお面をジバニャンに被らしてみました。かわいい。さらにこちら、対象の飲み物5本購入でゲットできる妖怪メダル七福神ミステリーパーク、今回開封してみたいと思います。こちらラインナップが全5種で、宝船にホテイソン、大黒天、弁財天に恵比寿さんですね。ホテイソンと弁財天まだゲットできてないから出てきてほしい。いきます。1枚しかないからね、超貴重。せーのドン。はい、大黒天出てきました。なんでだ、ホテイソンとか弁財天結構レアなのかな。大黒天もこれで4枚ゲットです。花ピアスの大黒天さん、キラキラしてる有名だる。ちなみにですね、妖怪ドリーム秋フェスタ10月18日から開催してるんですが、じゃじゃん、こちら妖怪ウォッチ間違い探しは10月25日からです。2つのイラスト見比べてみると違いが3つあります。っていうか、コマースさんもめっちゃ可愛いな。あと、冬にゃんもかっこいいし、いろんなキャラクターいっぱいいる。ウサピョンは骸骨のお面つけてる。で、この2つのイラストを見比べて、違いを合計3つ探しましょう。店員さんに伝えると、妖怪ハロウィンキャンディーがもらえます。各店先着100個限定、全7種。皆さん、違いわかりますか？